石垣のりこは、日本の政治家、元アナウンサー。立憲民主党所属の参議院議員。立憲民主党宮城県連合代表代行。1998年より、約21年間 FM 仙台にてアナウンサーを、務めた。全国フェミニスト議員連盟所属。宮城県仙台市宮城野区出身。仙台市立岩切小学校。仙台市立岩切中学校。 宮城県第二女子高等学校卒業。宮城教育大学、小学校教員養成家庭教育心理学コース、在学中の1996年、宮城来志入れで6代目を務めた。大学を卒業し、学士の学位を取得した。1998年4月に FM 仙台に入社。アナウンサーとして、約100番組に携わる。仙台市の自宅で長女と暮らす。 第25回参議院議員通常選挙、宮城県選挙区選出議員選挙へ、立憲民主党公認で立候補、以下、その経緯を記述する。2019年4月7日、立憲民主党宮城県連が、第25回参議院議員通常選挙、宮城県選挙区への出馬を要請していた、地元フリーアナウンサーの菅原美花氏が立候補を断念した。同党はそこから、 再び人選に入り、4月24日、石垣を擁立する方針を固めた。5月7日に正式に出馬表明をすると、国民民主党は石垣支持を表明した。5月31日、日本共産党は宮城選挙区に擁立した元仙台市議の船山由美の立候補を取り下げ、比例代表に回すと発表。党県委員長は石垣を全力で応援すると述べた。 6月6日、日本共産党と社会民主党の推薦が決定した。7月6日、自民党現職で3期目の愛知次郎に対して、県内35の市長村長のうち29人が、支持するとの動向調査の結果が報道された。石垣のり子候補支持を明言する主張はいなかった。7月21日、当選。石垣ジは t は、ツイッターやフェイスブックでの宣伝を重視。 出馬表明前には約100人だったツイッターのフォロワー数は参院選、投開票日の約1万7000人に到達した。投票結果を分析すると、愛知次郎は県内35の市町村中24の市町村で石垣の得票数を上回ったが、代表連の仙台市など支部で石垣のそれを下回った。参院選後、立憲民主党宮城県連合代表代行に、 就任した。また、同選挙では著日家の菅野菅が、選対事務局長を務めたことを、菅野自身が連載中の雑誌にて明かしている。なお、週刊新潮の取材に対し、菅野が語ったところによると、石垣は菅野が発行するメルマガや、月刊誌の愛読者で、出馬の際には石垣から相談を受け、2020年時点では、菅野は秘書も務めているという。 2019年には石垣が代表を務める立憲民主党の宮城県参議院選挙区第一総支部が菅の菅の個人会社である株式会社コーポレーションに広告宣伝戦略代として政党交付金から611万千円を支払っていたことが翌年の政治資金収支報告書で明らかになっている。また2020年にも立憲民主党道支部から カンノの会社に広告宣伝戦略代として121万5千円が支払われている。さらに、同じく石垣が代表を務める政治団体ノルアコロックからもカンノの個人会社に宣伝戦略立案費用として200万円が支払われていたことが政治資金収支報告書で明らかになっている。なお千二十一年五月、カンノカントは二千十八年から 不倫関係にあり、元夫から訴訟を起こされていることが報じられた。消費税については、廃止を目指すと訴えている。2019年7月1日に、第25回参議院議員通常選挙に先駆けて行われた公開討論会の場で、消費税は低所得者ほど負担が重くなる。社会保障の財源にするのは、本末転倒であると述べた。また、 公事日での第一世では、賃金は上がらないのに、税金だけが上がる。安心して子供を育てられないと主張した。河北新報のアンケートでは、日銀単観での景況感は、冷え込んでいることを指摘し、内需の下支えである、個人消費を冷え込ませる増税は、暴挙として、日本経済を復活させるためには、消費税撤廃を含めた抜本的な税制改革が、 必要と回答している。選択的夫婦別姓導入に賛成としている。技術、コスト、統治の面から現状では原発再稼働に反対。現在の日本政府は公文書改ざん、データ偽装を政府主導で行う行政能力があまりに低い国家であるという点を論拠に原発を安全に運営できるはずがないとしている。再稼働の是非を問う前に、 正確な情報開示、原子力ありきのエネルギー政策は見直すべきとしている。また、女川原発再稼働を問う住民投票条例が宮城県議会で否決されたことに関しては、署名をした11万人の声は議会に聞こえなかったのかと批判する立場を取っている。世論調査で会見を求める声が半数を超えたことは、ない点を根拠に一部の人が会見を煽る今の、 状況は異常と述べている。立憲主義の立場から会見は市民の議論の熟成を待つべきだとの考えを示している。東日本大震災の復興は2019年時点で同中ばとの考えを示している。これまでの復興施策は住民の視点から検証されることを必要としており、被災者の抱える問題が多様化していることを指摘。地域再生のため企業の支援。 経済の活性化に取り組むと同時に、丁寧な支援体制を構築するための人材育成、予算確保が必要としている。また、農林水産業を国の宝と位置づけ、東北各県の第一次産業を世界に誇れる蓄積と伝統があるとして、東北に持続可能な地域社会を作ることは可能と主張している。政府が本気で向き合えば、金を生む産業に返り咲くことは、 可能との考えを示した。アベノミクスについては、キャッチーなフレーズで、内実のない経済政策をことしてきた手法は疑問と述べている。また、安倍晋三は、経済の基本を理解していないとし、評価しない姿勢を示した。日本経済を支えるのは、個人消費という観点から、個人消費を喚起する施策を打たない限り経済は、好転しないと主張。 北方領土をロシアが返さないという対応を取ることや北朝鮮が日本政府を苦労する声明を出すこと、また米国には足元を見られているとして安倍政権の外交を交渉結果は何一つ伴っていないと評価。外交の安倍の実態を売国の安倍と表現している。労働法制について雇用主から働く者を守るという思想が背景にあるべきとしている。 安倍政権が進める働き方改革では働く者の,のことを考えず、雇い方改革にしかなっていないと否定的見解を示している。2019年11月28日、令和新選組代表の山本太郎と、野党統一会派に参加する、まぶ澄夫によって、消費税減税研究会が共催されるも、石垣は高橋洋一が講師として招かれたことに抗議し、欠席。 ツイッターで、レイシズムとファシズムに加担するような人物を講師に呼ぶ研究会には参加できませんと発信した。12月2日、高橋は石垣による発言について、立憲民主党、枝野幸男代表の見解を求めた。12月3日、石垣はツイッターで、レイシズムやファシズムに加担できない発言、複数のメディアから取材依頼を頂戴しています。それらの合意依頼には、 丁寧に対応してまいります。しかし公職者ですから憲法秩序と相入れない人物や組織に発言や正当化の機会を直接的に与えるわけにはいきませんよね。と発言した。2020年8月28日、内閣総理大臣の安倍晋三が治病の海洋性大腸炎の悪化を理由に次位を表明した際、 自身のツイッター上で安倍を大事な時に体を壊す癖がある危機管理能力のない人物と表し、自民党の専人責任を追求する発言を行い、ネット上で批判の声が上がった。この件について立憲民主党代表の枝野幸男は、私も適切ではないと受け止めたとコメントし、さらにツイッターでも申し訳ありません。 執行部として不適切であるという認識を伝え、然るべき対応を求めましたと投稿した。石垣はその後も投稿の真意を尋ねた報道機関への回答文書をツイッターに掲載するなどしていたが、28日深夜になって疾病やそのリスクを抱え、仕事をする人々に対する配慮が足りなかったと反省し、お詫びしますとツイートした。31日。 石垣はツイッターで立憲民主党の福山哲郎幹事長と長浜博之参議院議員会長より口頭厳重注意処分を受けたことを報告し改めて反省とお詫びを表明した2021年5月15日自身の施設秘書であり2019年の参議院選挙時には選挙対策事務局長を務めていた政治活動家の官の官と不倫関係にあったと 元夫から損害賠償請求訴訟を起こされていることが週刊ポストによって報じられる。記事によれば、石垣は元夫と2014年に離婚。2016年には家事、育児、家計等々を分担した上での同居を再開したという。その後、元夫は2018年12月頃から石垣と関路が不定を関係を結んだと主張する。 対する石垣は裁判の準備書面の中で、同居はしていた者の,の元夫とは、肉体関係は存在しなかったと、内縁関係そのものを否定。菅野との民法上の不法行為は成立しないと主張している。石垣は代理人弁護士を通じて、菅野氏との交際及び交際時期について、ご指摘の時期については詩人であり回答する自由がありません。とと回答した。 ありがとうございます。